中中野野プロパティマレーシア中野です楽天トレードについて、えー、だいぶ分かってきたので、えー、分かっているところを、えー、シェアします。えっ、ー、と昨日ですね ETFKLCI マレーシアのクアラルンプール KLCI 連動株 ETF の注文を入れたんですけどえっ、ー、と「約状しない」という表現かな。 はいえー、取引が成立しませんでしたでまる機能ね入れた入金した1万リンギ、えー、ここがアンマッチドっていうのが9400いくらリンギのがあったんですけどもそれもなくなってえー、っとここに、えー、今のアベイラブルバランス購入可能も1万リンギに戻ったという状況ですでだいぶ分かってきたというのがですねえー、っと今このウォッチリスト えー、え昨日購入を試みたのはこの FBMKLCI これですねでこれを押すとえっとですね昨日ですねこれ1440で、えー、注文を入れたんですけど成立しなかったというやつでうんとここだはいで昨日も同じ値段かなえっとですねここですね えとベストバイ買いたいって人で一番高く入れてる人が100ユニット1415いるんですけど売りたい人がい、えー、1,500なので、えー、成立しないとで売り,売りたい人が1人買いたい人がこれだけいるとこの値段でというね、えー、こういう状況で昨日も成立しなかったというところで1人ってどういうことみたいな思ってたんですけどやっぱりそれだけ誰も 取引が成立してない。この楽天トレードの中で成立してないっていうことなんですかね。えっと、例えばそれを見る上でメイバンクまあねマレーシアで一番メジャーな銀行ですね。メイバンクを見るとこの値段今七点四八ゼロリンギでえっとですねこうですね七点四八ゼロ今の市場レートのままでこれだけ買いますよという人が二十一人。 で今度逆に売りますよってした7490で売りますよって人が22人これだけいるという状況だから今すぐ7490で買い注文を入れたら決定すると7480でも誰かが7480あ今なんか数字動きましたねこれぐらいまあ活発にやっぱりメジャー銘柄は動いてるんですがそれだけ昨日私が注文入れたこの銘柄はまあ楽天 でトレードの中ではっていうことなのかなはい、えー、そんなに、えー、売り買いが盛んなもんでもないというところですね、えー、とはいえ私はこの ETF に興味があるので今回も、えー、注文を入れてみたいと、えー、この値段通りで昨日は当日取引だけだったんですけど、えー、値段誰かが、えー、この値段で、えー、私が差す指し値で売りたいと いう人が出ればその値段が出るっていうまでこれですねこれがマーケットオーダーですねマーケットオーダーだとこのマーケットの値段通りではい、えー、っとなんですけどもリミットオーダーこれ差し値ですねでこれが一四四五一点四四五ではいで昨日と同じく六千五百買うので掛ける百なんで六十五ですね。 はい、でここですね、ここは昨日デイ、この日だけっていうので注文してたんですけどこれがぐ調べたらグッド・ティル・デイトかな、はい、これが成立するまでっていうところ今日だけじゃなくてあそうそうここティル・デイトこの日までで私が設定するのはまあ、えー、月曜までしとこうかなとりあえず、はい、月曜までで、えー、とこの6500 えー、購入をするんですけどもこの1445で誰か値段がマッチすれば、えー、注文が成立するという注文を入れ直すと昨日入れたのはこれトゥデイだけだったんでデイかデイトゥデ日その日だけだったんで今日は、えー、木曜日ですけど、はい、月曜日までこれですね、はい、誰か値段が合えば売買成立するってやつですね、えー、入れてみますんで,でパスワードを入れてあっ6桁だ最低でコンファーム にして値段間違えないよねというところで、はいこれですね、サブミット注文と。はいえー、そしたら、このビューオーダーステータス、今の注文の状況をってなると、はいこれですね、アクノレッジで認識承認されまして、認識された、注文として認識されましたよなんですけども、マイアカウントこちらに行くと、ああ、さっきありましたね、この1万人銀から、 アンマッチ、えーとえー、取引成立してないですけどこの値段分がまあ、えー、と注文入ってるんで差し引かれて今可能なのは595五リンギ1万5000円ぐらいですかはい残ったという状況ですねはい、うん、なのでまた今度はこのさっきの、えー、値段で、えー、取引成立するかどうかを待つという状況ですというところですねはい 以上です何か参考になれば幸いですまた売れたり何か他買うとか何かそういう時はまた報告しますんでぜひ、えー、これからも有益な情報をご案内していきたく考えてますので、えー、いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは